今回のテーマはこの時間の大切さということですね。なぜこの時間の大切さをするかというと、僕がお父さんに教わった上で最も何より大事なことだと思ったからやります。それでは第2回の人生の授業ということで、今日は時間の大切さやっていきます。それでは行ってみましょう。狂気、時は噛めない、そういうことわざあるよね。わざわざ大好きね。狂気です。うん、どういう意味だろう。どんな意味。時は金なり、うん、時間は金のように大事なものだ。ああ、そう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 、お金と同じぐらいね、時間とっても大事だよっていうことわざだよね。でもさ、お父さん言ったよね。うん。なんて言ったっけ。時は金じゃない。はい、そうだ。お金よりもっと大事だよって。時は命だよ。そのぐらい大事だよ。だってさ、キロッキー、お金はさ、使っちゃってなくなっちゃっても、またお仕事すればさ、また戻ってくるけれど、時間はどうだろう。時間は一度きり。そうだよね。時間は取り戻せない。もうね、無駄に時間使っちゃったらさ、それはもう取り戻せないからね。だからお金よりもっともっと大事ね、命そのものだと思うんだ。キロキ、はい、この表が出てきたけれど、うん、何の表でしょうか。時間の表。時間の表。うん、うん、そうだね。0時って書いてあって、こっちね6時って書いてあって、うん、だんだんね、もうお昼になって夕方になったっていう一日のね時間の表です。でもなんか黒いとことさ、ネズミ色と白いとことあるけど、これなんだろう。自由に使える時間。さすがキロッキー、1回やったもんね。うん、うん、1日のうちに自由に使える時間がどれくらいあるかっていうのをね、こう表にしてみたんですけれども、キロッキーさ、じゃあ黒はなんだ。やることが決まっている時間。そうだね。ネズミ色はほぼやることが決まっている時間。この朝のこのネズミ色はどういう意味かな。じゃあ朝飯。そうだね。朝ご飯食べたり、朝準備したり、うんこしたりもできるよ。まあ確かにね、大事ですよね、それもね。うん、夜もネズミ色があるね。ね、晩ご飯食べたり、夜でお風呂入ったり、うんこしたり、まあそれも大事だよね。で、まあ黒はさ、寝てたりね、あと学校行ったり、まあ大人の人だったらお仕事をしてる時間で、こう見ていくとさ、キロッキーさ、白の時間がさ、すごい少ないよね。自由な時間が少ないよね。少ないよね。少ない。うん、ほら少なすぎー。そうだね、もう泣きたくなるぐらい自由な時間ってほんと少ないんだよ、キロッキー。少ないよね。うん、でもさ、泣いてるよ。うん、泣きたくなるぐらい少ないんだ。この子が泣いてる。うん、でもさ、キロッキー、安心して、大丈夫。1日24時間。みんなこれは同じなんです。そうなんですよね。1日24時間ってのはもう誰でももう平等なんだよね。平等、うん、平たくて等しい。そう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 、お利口さん。もう時間だけは平等なんで、時間を大切に使えた人がいい人生を作れるわけだよね。ほんとちょっとしかない自由時間をね、よく使う。そう、一生懸命さ、自分を成長させるために、世の中のために使えた人がいい人生を送れるわけだ。それがいいんだ。そうだ。はい、じゃあ次は1万時間の法則。喉乾いたんで一緒に休憩タイムしませんか。じゃあちょっとやっぱね、話してると喉乾くんでね、ちょっと休憩しましょうかね。はいね。狂気、何飲んでんの。サイダーですね。ああ、サイダー美味しいよね。これはね、自分らしさを出すということで、池早大学さんにおさや。そうそうそう、池早さんね、カルピス飲むんですけどね。ちなみにお父さんね、プロテイン飲んでます。じゃあ1万時間の法則、改めていきますね。はい、これね、狂気、難しい。うん、お父さんね、もし自分が小学生に戻れんだったら、ね、これほんと知りたかった。この法則知りたかった。どういう法則かというと、はい、これは何でしょうか。2人の人、うん、人もいるけれども、確かにいるけれども、うん、注目はそこじゃなくて、まあ、バイオリンね、バイオリン、うん、でこのね、ヨーロッパでバイオリンを習う学校があってね、だからバイオリンが上手い人たちが集まる学校が。でもみんなバイオリン上手いんだけど、その中でもさ、やっぱさ、めちゃめちゃ上手い人とさ、めっちゃうまいぐらいの人とうまいぐらいの人が、もう A クラス B クラス C クラスみたいにね、やっぱC クラスが下級戦士カカロットでB クラスがベジータで、ベジータで B ぐらいで、うん、 A クラスがブロリかな。あ、ブロリ、ああサイヤ人でいうと。なんでさ、キョキさ、キョキさ、おならしたでしょ。うん、したでしょ。まあ近接慣れてきたでしょ。慣れてきた、甘い感じの。そう、キョロッキーのおならちょっとね、優しい香りがするんでね、ほっとするんですけどね。なんでさ、キョロキーさ、 ABC っていうさ、ランクが違うのはなんで違うんだろうと。練習の違い。そう、この違いはね、練習時間の違いなんだよね。だから才能とかじゃないってこと。ただ練習をいっぱいした人が A に行けるしね、それより少なければ B だし、それより少なければ C で、1万時間の法則っていうのはね、 A に行ける人はもうめちゃくちゃうまい人は1万時間ぐらいのね、練習をしてるんだって。で B の人はまたおならした。またしたの。B の人はまたおならしたの。ごめん。まあ B の人はね、まあ大体時間は大体だけど7000時間ぐらいの練習量だったかな。ね。で C の人は5000時間ぐらいみたいな感じで。2000時間も違うのか。まあそれ大体なんだけど、要はもう練習。おならが臭い。臭いね。これね。要は時間がね、練習時間だけってこと。才能じゃなくて、1万時間を分かりやすく言うと、1日9時間ね、なんか頑張ったら3年で1万時間になります。9時間なんてできないよ。できない。でもだって半分だよ。1日の半分はもったいない。でもさ、これさ、お仕事ね、一生懸命頑張ってるとね、お仕事9時間とかできるんだ。あー、確かに。で1日3時間だと10年。キョキ、じゃあこれだったらできる？ 1 日3時間を10年。あ、それだったらできる。できるよね。1日3時間やるにはどうしたらいい？ 1 日3時間やるには、自分から練習に取り組む。時間でいうと、これ表があるよ。この時間で。これ？わかった！白い時間。そう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 。だから、ゲームをやってる時間、テレビを見る時間は、なくなるんだ。そう、狂気だから、何かもし一流になろうと思ったら、この白い時間をさ、もう全部うまく活用する、うまく使って、でそれを10年間ね、これ多分3時間ぐらいじゃん、白い時間ね、合わせると、それを10年続けたら、狂気はもう何でもなれんだ。僕さ、じゃあさ、10年後さ、19歳、その19歳、20歳の時にさ、最強 YouTuber になる。それはちょっとおすすめしないな。 YouTube があるかどうか、 YouTube あるかどうかね、それ微妙なんだよな。おすすめしないの？おすすめはしません。というわけで、狂気さ、はい、ね、白い時間をうまく活用、もううまくどころじゃなくて、もう全力で活用する。自分のために使えばね、もう何者にもね、最強になれる。最強になれる。狂気、今日はまとめ、はい、今日は時間の大切さでした。時間ってのはもう命そのものだと思うぐらい大事だよ。だよね。そうだよね。で、2つ目が、自由な時間っていうのはね、もうとっても少ないんだけれども、これはさっき聞いた。まとめとはそういうもん。平等。平等。惜しい。平等。でもそのさ、限られた時間をね、大切に使えた人がいい人生を送れますよって。時間大切にしようね。今回のテーマは時間の大切さだったんですけど、今回のテーマも1年前に僕はやりました。ですが、できなかったことがあります。例えばゲームです。ゲームを1時間なのにずっとやってしまいました。だから反省として時間を守るために守れなかった悔しさを紙に書いています。この紙を僕は毎日見ています。なので、ゲームをやりすぎないように僕は注意しています。皆さんもチャンネル登録をして僕たちと一緒に人生の授業を受けませんか？僕の特技を見てます。すごいでしょ。